山本藤子は日本の女優。本名は同じ。愛称はお富士山。身長159センチメートル。現存する日本のミスコンテストで最も古い歴史を持つミス日本の第一回ミス日本グランプリ受賞者。山本藤子屋敷屋と京都寺町三条下がる山本藤子第一回ミス日本山本藤子1931年。 大阪市西区いた堀生まれ。母は船場の面下どんや山中の主人の長女。少女時代、花柳六時門下の下流六の助について日本舞踊を習う。自宅が新中軍に接収されたため引っ越し、大阪府立大津工場から京都府立第一工場に転入し、1949年卒業。1950年読売新聞社。 中部日本新聞社、西日本新聞社が主催する第一回ミス日本において満場一致でミス日本の栄冠に輝いた。この時の審査や受賞式の模様を伝えた白黒ニュースフィルムが現存する。1951年にミス日本として公式訪米し、ニューヨークのヤンキースタジアムでマリリン・モンローとジョーディ・マジオに会った。ミス日本に選ばれた後、 映画界からスカウトされるが、当初女優になる意思はなかった。しかしスカウトが途切れず、悩んだ末、姉の、これからの女性は仕事を持つことよという言葉に女優になる決心をする。ミス日本になってから3年後の1953年、映画会社の争奪戦の末、大英に入社。契約内容は、一本あたりのギャラは、スライド制で1年目が10万円。 二年目が二十万円、三年目が三十万円と意外に安い代わりに三年経ったら自由契約であったが三年後の自由契約の約束は守られなかった。同年映画花の行動館で長谷川和夫の相手役としてデビュー。戦後ミスコン出身女優第一号と言われている。1954年に金色夜舎。 1955年には、不敬図湯島の白梅のヒロイン、1956年の映画、夜の川が大ヒットし、大英の看板女優として活躍した。1963年1月、大英との契約公開を月末に控え、前年と同じ条件の年に大英日本、他社日本出演の契約を主張したが受け入れられず、 1>, 1月末の契約切れを待ってフリーを主張。大英の社長、長田正一は、劣化のごとく怒り、彼女を解雇しご者協定にかけると脅した。山本はフリー宣言をし、同年2月28日、帝国ホテルでの記者会見で、そんなことで映画に出られなくなっても仕方ありません。自分の立場は自分で守ります。その方が生きがいがあるし、 人間的であると思います。と語り、詫びを入れろとの周囲の声に耳を貸さなかった。長田は一方的に解雇し、五者協定を使って他者や独立プロの映画や舞台からも締め出す、よう工作する。このことは当時の国会でも取り上げられ、世間でも人権蹂躙と非難の声が上がった。彼女はテレビドラマに活路を求め、山本藤子アワーなどに主演した後、 演劇に新境地を開き、2013年現在まで演劇一筋で主演を続けている。なお、五社協定から49年が経過した2012年の今も映画界には復帰していない。ただ、テレビ番組、映像日の巨匠、市川昆の中で、1983年に市川昆から映画、笹目きへの出演依頼があったが断っている。結局、 岸恵子が演じることとなったが、公開になった映画を見て、出演しなかったことを後悔したと語っている。1962年、ギタリスト、作曲家の山本武春と結婚。1968年、町内を出産。現在は、孫もいる。2002年12月、日本経済新聞で、私の履歴賞連載。2011年11月21日、 夫、竹春のお別れの会が、東京都千代田区清井町にある、ホテルニューオータニで開かれ、模試を務めた。会には、芸能界や、政財界などから約1000人が出席した。夢でありたい。右は、エヴァンズほか、多数。ありがとうございます。